高橋ラボラトリーウィス、皆さんこんにちは、高橋です。今回の動画はですね、先日ですね、プレミアムバンダイの、開封動画という形で、6月に届いたね、提供マットベビンっていうのが届いたと思うんですけど、おかしなね状況が起きてまた届いちゃったんですよね。はい、6月にまた、はいはい、結構しかも大きい、というわけでですね、はい、プレミアムバンダイで何かしら私は頼んだのでしょうということで、こちらの開封をしていきたいと思います。果たして何が入ってるんでしょうね、楽しみです。宝箱開封。さてさて、多分ね、あれだと思うんだよね、アンサンブルとかね、いわゆるガンプラ系じゃないね、おまとめできなかったやつが来たんだと思うんですけど、こんなにでかい箱なんだろうと思ってちょっと気になっておりますが、はい、開封。はい、出た、こういうパターンね。はい、いわゆるクッション材がいっぱい入ってるか、これ多分そんないっぱい入ってないな、多分。見ていきましょう、中身はこちら。ういっ、おっと2箱か。はい、ですね、今回入ってたのはこちらでございます。もう今日は同時にいっちゃおうかな。あ、これね、はい、こちらです。じゃじゃーん。はい、今回来たのはですね、これアンサンブルですね。はい、モビルスーツアンサンブルの、プレ版限定品の2種類でございます。はい、まずこっちがね、キュベレイの、セットかな、キュベレイセット、モビルスーツアンサンブルのキュベレイセットと、こっちが、フルアーマーダブルゼータガンダムでございますね。はい、ということでですね、こちらのちょっと簡単にちょっとパッケージとか見ていきましょうか。まずこの、キュベレイ、モビルスーツアンサンブルのキュベレイセットですね。まあちょっとね、この梱包セットわかんないから中身実際見ちゃいましょう。開けます、パカーン。おすごいね。はい、箱の中身はこんな感じ。はい、こちらが、モビルスーツアンサンブル、はい、ガシャポンのシリーズですね。はい、ガシャポンのシリーズで、カプセルの筐体に入らないような大型の機体はね、こうプレミアムバンダイ限定商品で出るんですが、こちらキュベレイセットというアイテムで、いわゆる普通のね、カマーの白いキュベレイとキュベレイマーク2のプルとプル2仕様、こちらのセットになっています。いやー、これはね、楽しみにしてましたね。めちゃめちゃ楽しみにしました。ただちょっとびっくりしたのがね、これ3体セットとはいえね、割とシンプルなね、造形のモビルスーツだから、シンプルではないね、いわゆるシルエット的にはなんかゴリゴリになんかこう武装持ってるような機体じゃないから、そんなにサイズ大きくないかなと思ったら、めちゃくちゃでかいですね、これ。は、幅よ、幅。いくら3体セットとはいえ、でかいっすね。これはまたすげえ商品だな。はい。で、ちょっとね、裏側見ると、こんな感じ、スダチのね、キュベレー3体並んでます。いや、綺麗だね。なんかすごいおしゃれ。いつもね、アンサンブルのやつって、パッケージも結構好きなんですけど、このキュベレーはなんか品があっておしゃれですね。なんか化粧品のディスプレイみたいな感じで、これは可愛らしさと綺麗さと、かっこよさ全て取り揃えてるような感じがしますね。とてもいい、写真だなと思いましたね。はい。で、このアイテムの仕様としては、こんな感じで、キュベレー本体だけじゃなくて、こう、スタンドもついてて、ファンネルついてて、とどめにファンネルのね、こう、キュルリンター、こうね、こうね、こう、周回状にね、こう、渦巻きのようにね、ファンネルを飛ばしてるエフェクト、今これ、ちょうど使ってるやつだと思うんですけど、こんな感じで使うことができちゃうわけでございます。で、あとね、ちょっと組み替えたりすると、こういう高光形態をね、こう、ディスプレイスタンドで飾ることもできるので、キュベレの立体としてね、やりたいことはほぼできちゃうという形で、非常に楽しみにしておりました。これはね、早いとこ開けて、ちょっと楽しんでいきたいですね。続いてはこちらですね、ダブルゼータ、開きました。この味パカーン。あ、これはあれだね、プレ版あるあるでね、結構この箱のサイズでして、中身の箱が意外と小さいパターンですね。はい、中身がこんな感じ。おお、でもいいパッケージ。はい、こちらは、モビルスアンサンブルの、フルアーマーダブルゼータガンダムプレ版限定品でございます。プレ版のね、アイテムってさっきみたいにね、立体が大きいモデルとは別に、こうやってね、あれ追加武装が施されているモビルスーツで、この今回のダブルゼータの中身に関しては過去に、ね、立体化はあったんですけど、それにね、このフルアーマーパーツが追加された状態でプレ版限定として登場する。正直結構これはね、ガシャポンでもともとね、いわゆるこいつが立体化していって、これめちゃくちゃできんですよ。はい、このダブルゼータ結構もういくらか日数は経っちゃってる、もう1年前2年前ぐらい、結構前のね立体化なんですけど、これね、歴代アンサンブルの中でも最高傑作と言ってもいいんじゃないかなってぐらい完成度高くて、これもともとダブルゼータ単体立体ではなくて、いわゆる上と下のね、あらゆる戦闘機形態のものをこうガチャンとか、ね、合体した状態で、1個の立体にできるんで、500円2個で600あの1000円というね金額で、作れるよって形ですけど、もうとんでもないクオリティなんですよね。とても1000円で作れるようなね、アイ
テムじゃないんですよ。まあそれがまあプレ版限定になってて結構ね金額がドカーンと上がってはいるんですけど、はい、まああのこのねダブルゼータ、まあ、フルアーマー仕様では、なっていて、まあ、かつねあのこの裏側見てもらえると伝わると思うんですけど、いろいろ細かいパーツバーって入ってるんですよ。これが番組後半でね登場する強化型ダブルゼータという、まあ、このフルアーマーパーツを装着するためのね、まあ仕様になっている、まあ、ちょっとフォーマットが新しくなったダブルゼータガンダム、これになってもすることができるということで、結構プレイバリューが高めのアイテムとなっています。だからまああのこのガシャポン の, そのダブルゼータで、まあ、数少ないできなかったことがこれによってさらにできるようになったよという仕様なので、まあ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 、あの僕はあのなんかまあこのね宝を見てる方々はねもう知ってるかと思いますが、まあ、非常にダブルゼータの機体が大好きというところはあるので、まあ、高かった、正直これにこの金額かってのは思ったけど、でもいやこれは買わなきゃいけないでしょっていうところで、まああの買ったわけでございますね。はい、まあなんでまあ最終的にはねこのダブルゼータとかねこう一緒に並べようかなと思っておりますが、いやーまあこれはねでも本当にまあでも本当になんかフルアーマーダブルゼータが出たってことはね、今後ねファッツとかね、まあ、センチネル系とかのね一体化の時にねこういうのが別になったりする可能性もありますので、結構そういうところも楽しみにしていきたいなと思ってますね。宝棒。はい、ということで今回ご紹介のアイテムはこのキュベレイとダブルゼータというこの2アイテムでございました。いやまさかの伏兵でしたね。まあ、この間ガンプラが1時間ボン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 とタワーになるぐらい来ちゃって、ああまあまあまあでもね、まあ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 普段のねあのプレ版の注文よりはまあ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 、まあ、落ち着いてる、落ち着いてないけど買いすぎだけど、まあこれぐらいだったらなんとかなるなと思ったけど、これ来ちゃったらちょっと話変わっちゃうねドカーンとなんか手痛い一発が来ちゃいましたけど、まあ非常にねこれはもう絶対欲しかったアイテムなので、まあ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 、あの来月の自分頑張れという形ですね。はい、クレジット請求に震えたいなと思っております。ちなみにあのまあアンサンブルシリーズではすでにねあの百式とか、まあ、これにね関連するような機体っていうのは結構出てはいるので、まあ今回だと、まあ、キュベレイとはねあの百式並べてね、あのこれで終わりにするか続けるかシャーのねシーンとかを再現したりするのが結構楽しみだったりしますね。はい、なのでまあねアンサンブルシリーズってもうかれこれねもう長い年月続いてる、もうほんとロングセラーのねブランド、いやほんとにアンサンブルすごいですよね。だからこんだけ長くついてるの中期モビルスーツアンサンブルとあとコンバージぐらいだから、ほんとにね長寿なシリーズで、まあ、少しずつねピースを埋めててくれてるので、まあ個人的にはこのダブルゼータがねめっちゃ売れたとして、ね他のねダブルゼータの、モビルスーツアンサンブルいっぱい出してほしいなと、個人的には重装感なるねズサとかが出してくれたらめちゃめちゃテンション上がるんですけどね。はい、ということでちょっと余談はさておきとして、本日のご紹介は以上となります。まあね今後もねこういったやつのね実際の開封レビューとかもしていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録して高評価ボタン何卒よろしくお願いいたします。それでは、またお会いしましょう。またね。